もうほんと鍋ばっかでごめんね。みなさんこんにちは、あいりです。今日はですね、1月のお気に入りをご紹介したいと思います。はい、それではスタート。はい、とはいえですね、もうスックしか買ってないから、本当に私ほぼスック。この間ねご紹介したコスメもたくさん出てくるんですが、いきます。まずはですね、スック。スックで購入したアイシャドウ3つあったんですよね。春の新作で出てたアイシャドウ3つの中から、私が気に入ったのは2つ。どれが一番気に入りましたかっていうコメントもいただいたんですけれども、もう、決めかねちゃって。やっぱり肌の色的に合うのは09番。今も使ってるんですけど、このブルーが青々してないので、目元を明るく見せてくれます。で、これ水色って言っても手に乗せたりすると少し偏光パールのようなピンクっぽいカラーもありますので、目元が綺麗になります。で、これはですね、締めのカラーがカーキなんですけど、カーキはあんまり合わないと思ってて、使ってもなんかあんまりしっくり来なかったんですけど、このカーキは使いやすいカラーだなと思って、今、はい、気に入ってます。で、もう一つは、このね、やっぱり限定がすごく、全体的にピンクっぽいカラーで統一されているので、目元にすごく統一感も出ますし、ベースのカラーも柔らかい薄いピンクのカラーなので、可愛い目元を作ることができます。そう、これもねすごく可愛くて、私が持っているピンクとか赤ですね、スックのアイシャドウの中でもこれはふんわりピンクが作れるので、すごく可愛いカラーだと思いました。ただ限定っていうのがね、どうだろう、発売されてから1週間後ぐらいはまだあったんですけど、どうかなって感じです。今もあるのかな。本当にでもこの2つのアイシャドウはいいなと思いましたね。もうスックのアイシャドウってだけで気分アゲアゲなので、それでカラーがいいって思ったらもう最高ですよね。はい、で次がアイシャドウですけど、つい最近紹介したセザンヌトーンアップアイシャドウ06番オレンジカシス。これもね、すごく良かった。ほんとコメントでもね、皆さんにこのセザンヌのトーンアップアイシャドウいいですよって教えてくださったんですけど、他の色も欲しいなって思うぐらいこれ良かったです。ラメ感とかパール感とか、この質もいいですね。私今まで知らなかったんですけど、これは優秀だなってすごく思いました。またね、このオレンジとカシスのカラーも馴染むのに新鮮ということで、そう、これからね使うのが楽しみだなと思いました。春使いたいですね。なんかコメントでもゲットしましたよっていうお声聞いてすごく嬉しかったです。はい、で次がマスカラです。コスメデコルテ AKMW のエレガントマスカラ、はい、RD401 です。そう、これは視聴者様からいただきましてありがとうございます。カラーの番号っていうんですかね、まあレッドなんですけど、実際に見てみるとボルドーのカラーなんです。これが可愛い。ちょっと今ねエクステしちゃってるんですけど、下まつげに塗ってもすごく可愛いので、エクステやってる間は下まつげで楽しみたいなと思います。はい、で次がスックのフローレスリップグロスです。私01番と06番を購入してきたんですけど、この06番が今気に入ってます。そう、01番もすごく好きなカラーなんですけど、毎日使うという感じではなくて、ちょっといつもと違うメイクをした時とか、ヌーディーにしたい時とかに使うというイメージで、これはもう本当に普段から使えるリップです。で、少しですね、細かいラメが入ってるんですけど、すごくラメを主張するという感じでもなくて、さりげなくツヤっとするっていうんですかね、はい、ラメがすごく、もうこの間から言ってますけど、スックは本当にラメが上品なので、リップに入っているラメも上品ですね。ラメ入りだと私取れてきた時にちょっとラメだけ残るっていうことがよくあったので、それが気になってはいたんですけど、全然そういうことなくてすごく綺麗です。なのでこれはね普段よく使ってます。はい、で次がもうコスメは終了ですね。本当に紹介したものばかりですいません。はい、コスメは以上で、次にクリニークイーブンベターアイです。これも視聴者様からプレゼントいただきました。ありがとうございます。これよかった。これは目元用アイクリームなんですけれども、こういう
プリケーターっていうんですかね、中はこういう感じになっていて直接目元に塗ることができます。でこれすごいなと思ったのが、いつ使ってもいい、朝昼晩化粧してても取っててもいいっていうことで、これはねすごくいいです。で肝心なあの効果としましては、この先がですねちょっと冷たいんですよね。でのせることで目の下の血行が良くなって、クマの改善だったりとか、あともちろん保湿クリームも入っているのでふっくら見せてくれます。でこれちょっとですね液がそうオレンジっぽいんですよね。もうちょっと使っちゃおう今で、今塗るとオレンジっぽく見えるんですけど、実際に伸ばしていくとカラーとしては出ないです。でもあの目元を明るく見せてくれるので、あの生き生きした印象ですね。何より手を使わなくていいっていうのが本当に魅力的。ただですねちょっと使った後にこうティッシュでね拭き取るっていうあの手間と言いますか、あの外出先ではちょっと手間になるかもしれないんですけれども、化粧直しにも使えるって書いてあるんですけれども、あの私ここにがっつりコンシーラー塗ってるので、あんまり昼間は使わないようにしています。朝が多いですね使うのは。早朝使って夜はボビーブラウンの目元アイクリームを今使っています。はい、で次がシャンプーとトリートメントです。よくねご質問をいただくんですけど、私今までずっとボタニスト使ってて、でもなんとなくなんかトップがぺちゃーんとしてるのが気になって、それをスカルプケアしているお友達に相談したら、このシャンプーとトリートメントすっごくおすすめですって聞いて、それがアジュバンリエミサリーです。そうこれサロン専売品なんですけど、使ってみたら本当に2週間ぐらいでトップが立ち上がってきました。本当にそうで、トリートメントもツルッとなるので、でかといってでもペチャンとならないっていうのがすごく気に入ってます。でこれあの見づらいんですけど葉っぱが入ってるんですよね。私あの本物の葉っぱだと思ったら違ったんですけど、でこれがあのマイナスイオンを発生しているそうで、なのであの頭皮にもすごくいいんですよね。ちょっとお値段は張るんですけれど、まあんだけスキンケアにお金かけてるから頭皮もねちゃんとしてあげようと思って、なんかこれあと紫とか緑とかもあって、あの髪の悩みタイプ別に揃えているので、私はもう張り腰なのでこのオレンジです。そうただ本当にサロン専売品っていうのがねちょっと買いづらいんですけど、もし気になる方はあの行きつけのね美容院などで聞いていただくのがいいのかなと思います。はい、で次が入浴剤です。そうバースっていう入浴剤なんですけど、これちょっとね私的にはお値段があの9錠で1000円ぐらい、ドラッグストアで買えるんですけど、で1回に3錠入れるから3日分なんですよね。だから、うん、どうだろう、お値段的にはちょっと、いや300円なら安いのかな、よくわかんないですけど、1週間に2回ぐらいのペースで今これ入ってます。バスソルトもすごく気に入ってるんですけど、この炭酸入浴剤に入るとやっぱり体がねちょっとポカポカしてるんですよね。なんか持続するっていうのかな、うん、なんか足元とかもじんわり温まってて、出た後もちょっと温かいので、で香りがないのでバスソルトと併用しながら使ってます。であとですね、あの番外編じゃないんですけど、もうあの実は食べちゃってないんですけど、あのカルディに売っている塩レモン鍋のだしのつゆっていうんですかね、それがすっごく今気に入ってます。もう私あの3回リピしました、美味しくてであの主人もね美味しいって気に入ってくれたので、もうほんと鍋ばっかでごめんねって言いながらもう3回食べてます。さっぱりしてるのに出汁の深みもあるので、うん、美味しい。これもねあの視聴者様からコメントで教えていただいて知った商品なので本当にありがとうございます。まだ食べてない方ぜひ食べてみてほしいです。はい、であとはあのバルミューダ、はい、この間電子レンジを買ったんですけれど、バルミューダのねそれがいい、うん、すごく使いやすくて今楽しいです本当に。まあ前のがねちょっと古かったっていうのもあるんですけど、今はすごく快適で使うのが楽しみですね。はい、なのでそれもおすすめです。はい、ということで私の1月のお気に入りをご紹介しました。本当にあの皆さんから教えていただいた商品だったり、あの今まで出てきてあの新作で買った商品も多かったんですけれども、あすいません、なんか関係ない指の折り方ですいませんなんですけど、はい、少しでも参考になったら嬉しいです。ということで今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。
になる方バルム、気になる方バルムバルムーダの、あの動画貼っておきます。はい。